まえたぞ。はっ、そんなちっぽけな乗り物で僕のスーパー忍者バスに勝てると思うのか。はっ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 。忍者バスって本当に強そう。僕小さいけど平気かな。今助けるね、結構。いる。しまった、動けない。助けて、結構。お願い助けて。ヤモリもびっくり。僕に助けてほしいの？だって友達だろ。友達はいつでも助け合う。それで二人とも手伝ってくれてたんだ。そう、僕だって君たちのことを助けなきゃね。今こそヒーローになろう。取り上げるなら代わりにパジャマスクの車をもらうことにするよ。そして忍者ブラックと忍者ブルーに塗ってやる。キャットボーイ、アウレット、お願い助けて。今行くね、結構。ねえ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 。やっと逃げられた。おい、ナイト忍者、僕たち3人が力を合わせれば忍者リーノなんか敵じゃない。は、どこ行ったんだ。スーパーキャットのジャンプ、はいや、ベタベタ手裏剣。ゲッコ、アウレット、助けてくれ。お前はそこから動くことはできない。ナイト忍者、すぐキャットボーイを離して。忍者リーノ、やれ。を使ってパジャマスクの基地に入るのが無理なら昔ながらの方法でやるまでだ。しっかり押さえておけ。どうしたらいいんだろう。このままじゃナイト忍者に基地を乗っ取られる。助けてくれるの？ありがとう、ミニ忍者リーノ。君のことずっと疑ってたのに。困ってる人は助けなきゃダメだよね。ごめん。今こそヒーローになろう。さあ、話してもらいたいんだったらどうやってお前たちの基地に入るか言うんだ。え、嫌だよ。は、なんだ、逃げられたのか。そうだよ、ナイト忍者、基地は絶対に渡さないぞ。キャットボーイがお前を止める。ああ、お前がこのパジャマ猫を自由にしたんだな。そうだろう。スーパーキャットジャンプ、ダッチ。まぬけな忍者リーノどもめ、僕が自分でおじゃマスクを倒す。ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣。危ない。そいつを助けるのはやめろ、ミニ忍者リーノ。はっ、はいや、はは。スーパーキャットスピード、やったね。大丈夫、なんでもないよ。うん、僕も大丈夫。ねえ、どうなってるの。キャットボーイが二人になっちゃった。わかってる。うん、僕も。でも見た目も声もちょっと違うよ。スーパーパワーのせいでそっくりそのままにはならないのかもね。ロボットだ、見て。いいか、マシンを取り返すんだ。パジャマスクじゃなくてお前たちを増やしたい。マシンをこっちに投げて、光ってるところを壊すよ。無理だ、ロボットが多すぎる。それかパジャマスクの数も増やせばいいのかも。やったやった。ヤモリもびっくり、4人になったの。キャ
ャットボーイのみんな、いい作戦があるんだ。一緒にやろう。あのロボットを遠くに転がすぞ。やめろ。よし、ロボットは終わりだ。へえ、そうかい。お前のコピーは言われた通りにしてないぞ。何やってるんだ、遠くに転がして。もっといいこと考えた。ロボットが目を回すまでくるくる回すんだ。街をあちこち転がしてロボットを迷子にするよ。僕はこの上に乗って走る。すごくいい運動だよ。じゃあね。うわ、おじゃマスクを捕まえてぶら下げろ。ロミオのマシンを奪い取ろう。今度は作戦通りにやってくれる？もう一度僕にやらせて。いい案があるんだ。キャットボーイがたくさんいれば必ず勝てる。探してるのか、トカゲくん。スーパーキャットスピード。スーパー月光センスが間違ってたんだね。はスーパーセンス、やめてくれ。間違ってないよ。ナイト忍者はちゃんと学校にいただろ。中じゃなかったけどね。お前とお前一緒に来い。奴らの旗を取りに行く。残りのものはこの旗を守れ。ナイト忍者が旗を取りに行った。アウレットを助けに戻ろう。邪魔なのは小鳥ちゃんだけか。なんだって、トカゲ坊やが森に向かった。よし、あの間抜けにスーパーセンスが本物だと思わせてやろう。なんで森に来たの？ナイト忍者は基地に行ってるはずだよ。この近くにいるって月光センスで感じるんだ。本当だよ。ほら、あそこ見つけたぞ。残念だけど誰もいないよ。スーパー月光センスなんてないんだろ。スーパーキャットスピード、うん、どうなってるんだ。ナイト忍者が近くにいる。ベタベタ手裏剣が証拠だよ。スーパー月光センスでナイト忍者の場所を探してみる。あっちだ、行こう。マヌケなあのトカゲはインチキパワーで僕に勝つ気なのか。ちょっとばかり思い知らせてやろう。はいや。スーパー月光センスで分かったんだよ。ナイト忍者はあっちに行った。は？手裏剣がくっついてる。全部剥がさないと月光モービルを動かせない。そんな時間ないよ。ついてきて。スーパー月光センスで分かるんだ。ナイト忍者は裏から基地に入ろうとしてる。湖の反対側から。スーパー月光センスで2回間違えたんだ。また失敗したらどうする？じゃあ一人で行くよ。僕が正しいって見せてあげる。待って、アオレットを手伝わなきゃ。ナイト忍者に旗を取られちゃう。アオレット大丈夫？うん、ほんとごめん。アオレットなのにフロッシーフラッシュになろうとしたりして、私のせいで大事な本を取られちゃうね。もういただいたよ。全部僕の写真に書き換えてやるんだ。急いで追いかけよう。キャットカーに乗れば追いつける。わかった、今回は私自分のパワーを使うわね。今こそヒーローになろう。フロッシーフラッシュの本を持ってったよ。アウルアイ。よし、悪者がいる場所はあそこね。しっかり持って、あの木の枝にピント張って、なるべく低い場所に。ロミオを止めたかったらまずはじめにあのロボットを止めなきゃね。あとはどうしたらいいの？あとはアウレットが自分のスーパーパワーを使って活躍するのよ。まずスーパーアウルウィング、次はアウルアイ。やっほー、見てロミオ、私の大好きな本はまだここにあるよ。なに？ロボット、本を奪え。そんなんじゃ勝てっこないよ。本をよこせ。待て、ここまでおいで。逃げるな、うん、1秒間静止するんだ。
行けロボット捕まえろ。バイバイ。待てロボット、ダメだ、止まれ。わわわわ、アウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろこの鉄くずめ。ありがとうご主人様、元気が出ました。主人はアウレットじゃない、この僕だ。キャットボーイ、ぴょんぴょんグローブを僕に使わせて、すぐロミオをやっつけるから。ダメだ結構、この僕、キャットボーイが。いいよ、ぴょんぴょんグローブを貸してくれないなら代わりにジェットパックを使う。待って結構、気をつけて、ジェットパックはすごく危ないんだ。うわぁ、うわぁすごい、うわぁ、うわぁ、うわぁ、僕のジェットパックを壊すだよ、ドジなヤモリ。どうしよう、このままじゃ結構が危ない。ぴょんぴょんグローブを貸してあげなかったせいだ。キャットボーイ、助けて。待ってて、アウレット、すぐにほどいてあげるよ。うわぁ、うわぁ、ああよかった、スーパーアールウィング。しまった。ジェットパックってほんと難しい、危ない。はっ、ついにジェットパックを手に入れた。いよいよ世界を征服するんだ。よし、最初はスカイスライムキーキー、それともペチャンコトロン、ああそうだ、クサクサポーを使うんだった。僕は天才だ。ねえどうしたらいいの。いい作戦がある。本気、キャットボーイ、どうしてもぴょんぴょんグローブに乗りたいの。うん、僕より月光の方が上手だからね。今こそヒーローになって月光に頼むよ。うわー嬉しいな、乗ってキャットボーイ、二人で一緒にやろう。よし行くぞ。この声聞き覚えがあるね。忍者リーナはすごく強くなくちゃダメなんだ。ナイト忍者だ。忍者リーの軍団が運動の道具を使ってるよ。ああこんばんは、パジャマスク。運動の道具を返せナイト忍者。お昼にみんなが使うんだ。僕だって使うんだよ、スーパー忍者リーノのためにね。どんどん鍛えてどんどん強くなる。そしたら僕の素晴らしい忍術を全部教えてやるんだ。僕の方がずっと強いもんね。運動の道具を取り返そう。ここからは僕に任せて。悪いけど君たち、この自転車は返してもらうよ。お昼に子供たちが使うんだ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、うわ、やめてよ。あぁ、うわぁ、うわぁ、忍者リーノたちほんと強くなったね。だろ、もう少しで僕の練習相手になる。イエーイ。もう少しって言っただろ。それじゃあ次のトレーニングエリアに行くぞ。ページをめくれ。惜しかったね月光、やっぱり3人で戦う方がいいよ。いやだ、忍者リーノはみんな小さい、僕一人でも勝てるはずだよ、行こう。アウレット、アウルアイでロミオを探してくれ。いいよ、ちゃんと謝ってくれたらね。謝る？さっきごめんって。ちょっと、分かったよ、本当にごめん。それで、
頼むからロミオの場所を。空飛ぶ恐竜、飛ぶロボット恐竜で怖がらせちゃったかな。うはファイヤーファーボール。さすがロミオ、大きな恐竜の模型を盗み出して空を飛ぶなんて誰にもできないだろう。盗んじゃダメだよロミオ、すぐに取り返そう。返さないよ。この恐竜でまず町のやつらを驚かす。それから他の恐竜を全部盗んで世界中に攻めていくんだ。そして世界を征服する。そんなことはさせないぞ。そうかい、こいつに勝てるか。子猫ちゃんを怖がらせちゃったみたいだね。行くぞ、飛べ飛べ飛べ。あの猫も脅かしてやろう。間抜けなパジャマスクがまた来るかもしれない。いい練習台だ。ほら、猫ちゃん猫ちゃん。邪魔だ、どけ。前が見えない。だから猫は嫌いなんだ。今日は僕が代わりに運転するね。大丈夫だよキャットボーイ、元に戻す方法を何か考えるから。もう思いついたよ。ナイト忍者とロミオの周りをぐるぐる走って目を回す。それで僕が飛びかかってマシンを奪う。でもミニマシンは大きいよ。だけど君は小さい。平気だってば。ちょっとくらい小さくなったって今までと同じように活躍できる。さあ行こう。逃げられたってどういうことだ。パジャマスクたちは今どこにいる。悪者たちの目を回してやろう。なんだ。このヨロヨロ忍者、誰がヨロヨロだって。フラフラの変なやつ。ふっふー、イエーイ。無敵のキャットボーイがミニマシンを奪ったぞ。小さくても平気さ、強いんだ。うわー、やだー。どうしよう、もっと小さくなった。ミニマシンを捕まえろ。キャットボーイはどこだろう。スーパーアウルアイ。キャットボーイ、どうしちゃったの。僕が悪いんだ。小さくて役に立たないのに無理したから。そんなことないよ、みんなで力を合わせてミニマシンを奪い取ろう。こんな小さいのにどうやって。キャットボーイどこにいるの。まさか踏みつぶしたりしてないよね。ね、僕は誰にも見えないくらい小さいんだ。待って、そうだよ、小さいって悪いことだけじゃない。うまく使おう。3人で力を合わせるんだ。今こそヒーローになろう。また種から月の花が育って、そしてそれぞれの花がまた種を作って、その種から花がどんどん増えて。ちょっと口を出さないで。すぐに町は月の花でいっぱいになり、他の花が咲く場所はなくなる。町を覆い尽くす前にあの雑草を何とかしなきゃ大変だよ。すごく大きな雑草はどうしたらいいって園芸クラブで言ってたっけ。掘って抜けばいい、簡単。ちょっと待って、大きな草には大きな根っこがある。根っこも取らなきゃダメなんだ。もし一本でも地面に残ってたら、そこからまた月の花が生えてくる。じゃあ全部掘っちゃえばいい。それがアウレット流の草取りよ。わ、わ
スーパーキャットスピード。スーパー月光パワー。待ちな。作戦を考えた。あの花は夜に育つだろ。きっと光が嫌いなんだよ。アウルグライダーのハイビームを当てたら強い光で枯れるかも。待って、掘って抜くんじゃダメなの？私だって花のこと詳しいんだから。アウレット、掘るだけじゃ無理だよ。ショベルを使うからでしょ。アウルグライダーの爪を使えば大丈夫。花の周りを飛びながらうまく掘るね。今度はあのベタベタのツルに捕まらないようにしなきゃ。根っこ掘り返しよ。おやおや、害虫のおじゃマスクが来たようだね。あっ、捕まった。まただ。あら、かわいそうに羽が逆立っちゃう。任せて。スーパー月光パワー。そうだよ、月光モービルカムフラージュ。何か聞こえないか？いえ、何も。きっとパジャマスクが邪魔しに来たんだ。どうしよう、鳥が。ダメだよ、あっち行って。ほら、行って。あ、うん、珍しいことがあるな。待てよ、パジャマスクだ。そこにいるのか？見つかった。結構逃げて。この鳥見てよ。飛んでるのか座ってるのかわからない。鳥のことはいいから見て。危ない。次は頑張るんだな。ロミオがあの時計をセットしたら街中がノロノロにされちゃうよ。すぐに追いかけて。うん、無理だよ。月光モービルもゆっくりにされちゃったから。走ってロミオを追いかけるしかないね。行こう。町の真ん中に行くんじゃないんですか？慌てるな、時間ならたっぷりある。はっ、わかるか。あ、ロミオは一休みしてるみたい。それじゃあ作戦を言うね。一度に光線を浴びないように分かれよう。アウレットと僕はロミオを攻撃する。月光は隠れてて、僕が合図したら出てくるんだ。うん、わかった。今度はよそ見しないよ。フルスピードで投げろ。見てろよ、ロボット。ノロノロ光線の力は素晴らしいね。スローモーションのフライングディスク、うわー、かっこいい。またお前か。結構危ない。逃げて。うわー、しまった。ずいぶんのんびりだな、結構。そうとするたびにどんどんひどいことになっていく。これじゃあ学校のダンス大会は開けない。かっこいいとこ見せられないね。諦めないで。キャットボーイのぐるぐる竜巻ならダンス大会を救える。そう、逃げ道は地面しかないんだ。すごい速さで掘れるのはキャットボーイだけでしょ。そうだね。笑われるなんて言わないで、ぐるぐる竜巻を襲わればよかった。わかった、失敗したっていいんだ。やるだけやってみるよ。今こそヒーローになろう。頑張れキャットボーイ、回るんだ。うわー、すごく笑える。ステージも持ってきたの？ダンス大会はもう絶対開けないね。僕の力で開いてみせるよ。笑われたって別に構わない。うわダンスじゃなくてお笑いのショーをやるつもりか？気にしないでキャットボーイ、お風呂の代わりだよ。どんなに変でも僕はやるぞ。ぐるぐる竜巻。何？嘘だ！大成功！やったね！
界を救おう。何？リズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ。踊ってみせて。足をどんどんやって最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった。面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイそれで部屋にメダルを飾る。月光はものすごく強いから、岩を叩いたらどこかへ飛んでいっちゃうよ。他の手で行こう。ナイト忍者の周りを僕がぐるぐる回って。そう、私が月光をその中へ下ろし、岩を叩き壊す。違う、岩を基地に持っていくの。わかった。よし行こう。スーパーキャットスピード。この岩を基地に運んでいこう。一回だけやってもいいよね。スーパー月光パワー。あ、月光。はっ、トカゲのせいで大失敗。なのに岩にはへこみ一つつけられなかったな。よく見てろ、これから忍者マスターが必殺技をやってやる。忍者スマッシュクラッシュ。遊び場が大変。アウルウィングウィンド受け止めて結構。よく止めたね結構。ありがとう。もう一回だけやってみてもいいよね。は？待って、気をつけるから大丈夫。僕ならメダルを取り出せる。スーパー月光トリプルパンチを使えば簡単。ふん。はっ、トカゲのパンチはヘナチョコだな。そうか、次は必ず割れる。見てろよ。僕はロミオ。自分の部屋を片付けたら世界を征服してやるぞ。うわっ、はっはっはっは。なんだろう、チーサイザーのこのボタン。いた。うえ、ヤモリもびっくり。ものすごく大きくなったよ。かっこいい。やあみんな。結構、誰にやられたの？そのうっかり自分でやっちゃったんだよ。ロミオのチーサイザーで反対のボタンを押したら大きくなった。大丈夫、すぐ元に戻してあげる。ううん、この方がずっとかっこいい。ジャイアント月光だ。パレードの邪魔をするやつはやっつけてやる。僕は巨大だ。まずい、何か起きたみたいだよ。ルナガールだ。キャットカーに乗って。月光の一歩はスーパーサイズ月光サウルスの超巨大な一歩なんだ。ゴー。パレードを乗っ取ってやろう。車を盗んで私がパレードの女王になるんだ。サーガのみんな大きな拍手を。ガオー。ねえちょっと待ってよ、どうなってるの。公園まですごいスピードで送ってあげるね。上手だね、ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番うまいのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？あ、そう、
やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで、自分でやってみる。いけ、パジャマスク。何？止まって、どうやるの。見たことないよ。じゃあな、僕はこれで。まったな。どうしたの、アウレット。一緒に戦ってほしかったのに。ごめんなさい、ナイト忍者には勝てそうもないと思って。空中回転とか見たでしょ。アウレットの方がすごいよ。僕たちはそんなにうまく飛べない。だから力を貸して。アウレットなら勝てるよ、絶対に。わかった。アウロアイ。博物館のロケットも盗み出してる。ナイト忍者の隙にはさせない。どんな作戦で行く。作戦は、作戦は、ダメ、思いつかない。まあいいよ、行く途中で何か考えよう。キャットボーイ出動。キャットボーイ、なんとかして。では卵を落とさないようにゴールまで運ぶんだ。スプーンに乗せてね。あ、ちょっと。悪いやつが勝ちますように。いいかい。よーい、スタート。はあ、よし、行くぞ。最高速度に上げるぞ。スーパーキャットスピード。飛ばしすぎだよ、キャットボーイ。うわ、キャットボーイ、よくやった、忍ちゃん。ああ、僕の勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ。僕の名前はカッタ忍者。ふわっは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 。これで僕が一勝、残り2つだな。このレースには負けちゃったけど、次は絶対に勝つよ。じゃあ2つ目のレースを始めよう。だけど、どうしてわざわざ足を縛って走る必要があるの。知らないね。でもやることは簡単で。ちょっとズレしないでよ。うん、そのやり方でもいい。なんだその顔は。私は悪者だよ。いいかい、よーい、スタート。あったか。よく探すんだ、絶対欲しい。キャットボーイ、スーパーキャットジャンプをやって、それに合わせて私が飛んで月光を運ぼう。わかった、じゃあ急いで。3つ数えるね。1、2。待って、キャットボーイ。月を引っ張るはずなのに。うん、そうだよ。だから月のかけらを僕の石を引っ張ってる。やるじゃない、結構。ふざけるな、緑の変なトカゲめ。アウルウィングウィンド、やめて。急ごう、ルナガールがああやってるうちに磁石の石を取り返すんだ。スーパーキャットジャンプ。取ったよ。やめろ、この石泥棒。よせ、あたしのだよ。
磁石の石は全部返してもらった。もう月を引っ張る力は出ないだろう、ルナガール。ふん、でもこれくらいの力はあるよ。僕だってそれくらいの力はある。スーパー月光パワー。わー、じゃあまたね、ルナガール。わー、覚えてなさい、パジャマスク。やった、月は元の場所に戻ったよ。磁石の石がなかったらルナガールはもう月を引っ張ることはできないね。大切な石を諦めるなんてすごい勇気だよ。よかったの、月光。うん、石のことより後片付けの方が気になるよ。博物館の前に列車やロケットがいっぱいだ。みんなで片付けよう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、町を救った。パンパンパン。さあ覚悟しなさい、子猫ちゃん。ちょっとやめて。欲しいの？いいわよ。大丈夫。うん、私に任せて。こっちだよ。私に任せてってば。うん、は、3人で寝てな。バイバイ。パジャマ抜けどもが来る前に遊び場のものを全部吸い込もう。急いでルナガールを止めなきゃ。私タックルも得意なの。待って、みんなで力を合わせよう。まずはこのぐるぐる回るやつだ。させないわよ、ルナガール。何？あー、邪魔ばかりしてもう許さない。うおー、ごっこ前でおいで。壊そう。ルナガールがみんなのおもちゃを盗めないようにしなきゃね。待って、その前にすごいのを見せてあげる。ちょっとやめてよ。アウレット、ボールをこっちに渡して。わかった、でもちょっと待って。ゴール、やったね。危ない。ルナボード。生意気な鳥が吸い込まれたよ。助けて！はいや！何？自分で押せ、お邪魔しく。大変だ、どうしよう。ロボキャットだ。僕のスーパーコンピューターで動くのさ。ロボットが3体も？ロボキャット、子猫ちゃんを檻に閉じ込めろ。うわ、3対1じゃ勝てないよ。僕を止めるのは不可能だ。そんな、グレッグとアマヤが助けに来たよ。え？は？僕の完璧なロボットがどうやって檻から出たんだ、お邪魔しく。ヘアピンってすごく便利なんだよね。君たちは本当にすごいよ。スーパーパワーがなくてもね。ありがとう。うんうん、いいの。最初から手伝ってもらえばよかったんだ。うん、奴らを捕まえろ。今こそヒーローになろう。力を合わせて戦うよ。スーパーキャットスピード、バーン。スーパーヒーローになった方がずっと戦いやすいだろ。アマヤはフクロウに、アウレット、グレッグはヤモリ、ゲット、パジャマスク。ロミオのスーパーコンピューターを壊そう。コンピューターがなければロボットは動けない。わかった、やろう。ん？仲間と一緒に戦え、ロボキャット。来たぞ。うわ、やー！どっちが本物の月光とアウレットだろう。私が本物のアウレットよ。僕が本物の月光だ。僕だよ。僕だよ。僕だ。さあどうする、困った子猫ちゃん。どっちかわからないだろう。ロボットたちはスーパーパワーを持ってる。でも僕の友達じゃないんだ。アウレット、月光、取って。いえ、キックトンボ返り。ぐる
ロミオ、友達はすぐ分かっ…音楽が止まったらすぐ椅子に座るんだ。椅子があればね。音楽。や、はいや。お前の負けだ、誕生日坊や。ああ、最初に負けるなんて本当に運が悪いよね。ナイト忍者に勝つのは無理だ。スーパーリザードクリップ。さあ次だ。椅子だよ。はは、バイバイ小鳥ちゃん、君の負けだ。ああ、本当に悔しい。ナイト忍者やるわね。残りは僕たち2人だ、子猫ちゃん。当然僕の勝ちだ。そうだろう。もし君が勝ったらあのケーキを落としてやる。そんなことはさせない。そうかい。僕のパーティーなんだ。僕が負けたら誰にもケーキは食べさせない。キャットボーイ、ナイト忍者を勝たせて。はっ、じゃあな、子猫ちゃん。スーパーキャットスピード。ここに座るの？どうやって？だけど、ちょっとキャットボーイ、ナイト忍者に勝たせるんでしょ。何？でもこの風船をパーティーに飾りたいだろ、ね、結構。何をやってるんだ、ベタベタ足のトカゲめ。忍者リーダー。うナイト忍者は追いかけてこない。負けたって分かったみたいだね。月光のケーキが危なかったよ。ちゃんと取り返したし、マスターファンの風船も手に入った。さっきも言ったでしょ、トカゲのパーティーをするんだよ。別にいいじゃないか月光、この風船を飾ったら最高だよ。はあ、かっこいい、マスターファンのケーキ。トカゲのケーキが欲しかったけど、この変なケーキで我慢することにしたよ。それとも取り返っこするかい？待って、月光、人形置いて早く手伝って。わかった、すぐに行くよ。こっちで待っててね、友達を手伝いに行くから。そいつはもらうよ、スーパーアルウィング。スーパーキャットジャンプ。おいで、いびき坊や。はい、どうぞ。そこに座ってて、居心地いいでしょ。みんな、今行くよ。見てごらん、こいつヨロヨロ歩く恐竜みたいだ。いびきをかく恐竜、名前をつけてあげよう。ああ、いびきサウルス。うわ、ルナガール、人形を動かすのが上手なんだね。月光、ルナマグネットを奪うんだ。キャメロンを起こさないように助けなきゃ。月光が人形でのんびり遊んでたせいでこんなことになったんだよ。分かってる？うん、分かってる。ごめんね。よし、行くぞ、パジャマスク。アウルウィングウィーダー。何っすか、ちょっと邪魔よ。ルナマグネットさん、ねえ返して。さあキャメロン、お家のベッドに戻ろう。これどうやって使うのかな。うわぁ、ゲッコ、何をやってるの。キャメロンを安全な場所に連れて行く。ほら見て、僕はイビキサウルス、お家のベッドに戻るよ。